さあ、それではですね、皆様、能登半島地震の復興記念パレードが武蔵交差点からいよいよ出発をしようという感じなんですけれども、タイミングになりました。パレードが到着する前に特別演奏を行っていただきます。素晴らしいゲストを紹介させていただきます。今中央にスタンバイをしていただきました、能登町能登中学3年吉村壮さんです。大きな拍手をお願いいたします。少し紹介させてください。吉村さんは石川県中学校選抜吹奏楽団の一員としてもその活動に参加されていました。ちなみに奥野との4つの市と町の生徒さんの中では初めてメンバーに選ばれた腕前の持ち主です。吉村さんも元日に能登半島地震によって被災をされてしまったんですが、そんな中でも気持ちを強く持って練習や活動に打ち込んでこられました。吉村さんはおっしゃいます。私自身の演奏で一人でも多くの方が被災地に目を向けてくださり復興につながれば、そして一人でも多くの被災された方々に元気を届けたいと本日このイベントの大役も引き受けてくださったんです。それでは金沢夢街道2024北国新聞会館前ステージ、能登中学3年吉村壮さんによるトランペットの独奏です。お願いします。心を優しく包み込むようなトランペットの音色、まずはアメイジンググレースを奏でていただきました。さあ続きましては、今ご覧いただいたように向きを変えていただいたんですね。武蔵方面に向いていただきました。その先にはふるさとの奥能登があります。被災地に向けて心を寄せて未来への演奏をなさっていただきます。美しいふるさとを思い、友を思い、皆さんと心を一つに重ねて演奏をさせていただきます。それでは吉村壮さんの独奏、続いては未来へ。
ふるさとの能登町の方角に体を向けていただいて、心を寄せて未来へを演奏していただきました。優しい音色が風に乗ってふるさとまで届いたと思います。素晴らしい演奏をプレゼントしてくださいました能登中学3年吉村壮さんに、皆様もう一度大きな拍手をお願いします。